お、うん、面白そう。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 松竹芸能チャンネル、エブリデイ。二代目よくいる人、河村美久です。お願いします。3月にありました、はい、松竹の養成所の、はい、卒業ライブっていうのがありまして、はい、見事所属となった1年目の子たちを、はい、なすなかにしさんに覚えてもらおうっていう。あ、そうなん。そうなん。でも、1年目の子より、我が松竹芸能がやることは、大阪の大蔵光圀さんをどうにかすることだ。こちらのホワイトボードにたくさんのキーワードがあります、はい、でこの中からなすなかさんに気になったワードを選んでいただきまして、選んでもらった人は前に出て PR をしてもらいます、はい、ホワイトボードめっちゃ濁ってない？ホワイトの感想はいらないんです。来てくれてるんですか今日は？今日は来てくれてます。この方々です。嬉しいな。ヘノートマネ。え、こんだけあってはい、お願いします。ベンテルと申します。お願いします。いや、まさか、ね、このリアルなヘ選ばれると思わなかった。書くなよ、じゃあ。めっちゃ気になるわ。テラちゃんとウカは。テラちゃん。はい。テラちゃんって言うんだ。テラちゃんです。テラちゃん。テラちゃん、兄弟は、うん、あ、僕、兄がいます。お兄さんを五七五で表しまって。早くヘノーと。じゃあ、早くヘノーと。もう一個だけちょっと表しますか。じゃあちょっとすいません、あのリアルなヘノーとまで。いいですか。あ、僕が、はい、テラちゃんがやります。じゃ、いきます、はい、まさか選ばれると思ってなかった。これがもっとあったんですよ。出したいのが。ちょっと、うかわくんのヘのオートマネ。あ、僕もいいですか。じゃあ、うかわくんもいきます、うん、どうですか。なんか、死んでますね。しょうもな。出てんよ、宣材写真一番おもろいな。続いて、どうします？乳首診断。あ、いいですね。いいですね。乳首診断、うん、どうも、あいつアナログです。お願いします。お願いします。あいつアナログだ。はい。何ですか、この乳首占い。その人の性格を知れば、うん、乳首の大きさ、色とかがわかる。そんなことない。いけます。事前にネットでもなすなかさんのちょっと性格を調べてみました。え、俺らの性格ってネットに載ってんの？調べてきました。マジネットは何でも分かります。何でも分かるんで、今おじさんの方の。おー、俺知らせたいよ。一応ちょっと、まず性格がありましたね。優しさ、積極性、真面目さ、うん、この3つが分かると、うん、乳首が分かるという。中西さんの性格はこちらでした。でもさ、すげえパーフェクト。ものすごい普通の人やね。これま傷つくの。全部ナックしてるだよな。はい。そういうことか。積極性っていうところが、乳輪の大きさ、はい、肉食系で、肉食系であるほどちっちゃくて、はい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 、ちょっとまあ草食系の人の方が大きくて、そうなん、まあ、今回に関しては積極的なので、太郎さんだな。ミニチクビ。ミニチクビ。次、真面目さです。努力をしてればしてるほど、ポツポツの量が増えてきます。なるほど。努力1に対して1ポツを。努力1に対して1ポツを。ポツポツチクビ。ポツポツチクビ。優しさなんですけど、やっぱ優しければ優しいほど薄い色。なるほど。優しかったら薄い色。薄い色です。うん、でちょっとまあ、腹黒い人とかでちょっと。オレオの乳首終わってるやん。おるか、おるか、言う。え、います。見たことある。中にはいらっしゃいますね。ほんまに、はい、最終的な中井さんの乳首がありますんで。はい、これ、ちっちゃい。かわいい。ちっちゃ、これちっちゃポツポツや。めっちゃちっちゃくない？ミニつぶつぶストロベリーチョコ乳首さんです。新発売みたいな。すごい。実際どう当たってるの、あいつやっぱり。見て。ちょっと確認する。はい、お願いします。
ョコチクビさん、うん、ミニツムツムストロベリーチョコチクビやわやった入ってんねんすごいな何それめっちゃ全部チクビが物語ってますねいやちょっと隠して恥ずかしい隠してえ、那須さんも、うん、わぁ、那須さんも、うん、あれ積極性ゼロコンビの中で、うん、積極性が、まあ、高橋さんがグッと持っていっちゃったんで、うん、まあ、那須さんがちょっとごめんなさいっていう感じ当たってる当たってる、ってことは、うん、ってことは、うんでかっでかっお前、それ目の検査やろ何チクビにあるのでか、つぶつぶストロベリーチョコチクビちょっと見てだ恥ずかしいわほんであの名前を追うの必死なんだちなみに僕を占ってもらって、うん、僕の場合はあのストロベリーチョコではなく、うん、オレオだったそうやオレオの場合が当たってたんですけど当たってた、はい、オレオやそうじゃん。テク、東京大学、大学院で情報学科。プリキュア変身ものが。おお、セブン。サイダーさん、プリキュアめっちゃ好きですか。プリキュア変身ものが。あ、そう。ももぐみです。まるもももかです。よろしくお願いします。お願いします。プリキュアを選んでいただいて。うん、え、全部できるとかそういうこと。はい、そうです。できます。せっかくの選んだ、ね。はい、よかったら、はい、スマイルプリキュアのキュアピースで。はい、行きます。なんで気合入ってたの？ちょっと待って。ちょっと待って。おお。できたらやっぱり。すみません、行きます。はい。これは素晴らしい。ありがとうございます。もう俺の正解は分かるけど素晴らしいよね。素晴らしいよね。すいません。本当キュアピース。全然違います。キュアピース。セリフはセリフはあったんですけど。セリフは途中で上着脱いだりしないから。ちょっと変身したりな。変身させていいのか。マジか。ちょっと一回じゃあ。あじゃあ一回。もうそれはもう。次キュアプロッサムで。あキュアプロッサム任せてください。ちょっと。キュアプロ。弁天油あじゃあ弁天油リアルな手の元でリアルな手の元で、はい、ちょっとリアルな手の元をいきますありがとうございますスナカー入ってそれが嬉しいなスナカー入って一回行っていいですかはい行きましょうスナカーの姫と言いますよろしくお願いしますお願いしますお願いしますゲスト元抹茶さんはい、抹茶です抹茶くんはい、お願いしますめっちゃええ名前や平野うなぎちゃんって言うのはいうなぎちゃんお願いします阿部光成はい、阿部光成ですみんなだからちょっとそういうなんか名前も考えてんねんなそうですね、名前ねなしなかいってことがあるんですけどはい私が抹茶くん抹茶くんか松本抹茶が挑戦していただきます私、なすなかさんが、大好きなのでマジではい50音あいうえを書くと結構どの単語一文字言われてもなすなかにしさんの口情報で返すことができます、俺でも無理やで無理やってそれがいけるってことやもんはいじゃあかんのみほさん
中西さんの奥さんの、うん、あの梅小鉢、うん、高田さんのモノマネのレパートリーです。おお、すごい。た高田幸子さん。中西さんの奥さん。中西さん。いや、待って待って、高田さん。はい。那須さんのなーで。那須さんのな、な、仲良しです。ま、漫才師です。なんか雑じゃない。まっちゃくんはね、なんか那須仲良が溢れてるの。うなぎちゃんがちょっと、那須仲のイメージをちょっとご注目してくれる。イメージですね。イメージ、パッと見よ。正直でいいから。お。おもしろそう。おもしろいと言う。おもしろいと言う。おもしろそうやね。高校生もちゃんと仕事でしっかりしてる。いいか。高校生のバスターのイメージで。さ、最高。いや、ダンス集めますか。そうですね。どれかある？あ、よろしいですか？もちろん、もちろん、ありがとうございます。僕と相方、今二刀流芸人、サラリーマンと芸人を両方一緒にやっていくっていう、あ、それで差し支えなければ何の仕事？広告とか、うん、PR の関連の仕事。大体いくらとかわかる？あ、そうですね。ここのメンバーちょっとプロの方だから、感じ悪くしかできへん芸風、はい、そういうことです。はい、うん、40万。ミクさんは70万円。ナスさんは70万円。なんとちょっとあの一緒やと決まった。やっぱこう現場を回していただける力っていうのが圧倒的に高いと思うので、多分15ぐらい。ひっひっ、おいおい、込み込みで、やってられへんで。誰が15万件。K-POP ダンスを、K-POP にしようか。はい、ほんなら K-POP にしよう。ミュージック、うん、スタート。ありがとうございます。今のはいくらぐらいですか？5万円ぐらいです。ドラゴンクエストガチ勢。そうですね。とアニメ、アニメソングで、オーシャンズと申します。お願いします。コンビでの借金総額、はい、200万突破。最近300万になります。あ、僕だけでになってます。借金ってんの？はい、何の借金？何の借金？いや、いろいろなんか決めちゃったりとか。承知で言ったんだ。アニメソムリエ、私でございまして、オーシャンズ江口と申します。まあ、あの、私持ってきたこちらなんですけど、僕今まで見てきたアニメ、もうおそらく300種類ぐらいあるんですけど、それ全てあのこのノートにまとめてるやつがあるんですよ。ここからもうぜひ皆さんに合ってるアニメ紹介することできます。中西さんにはこのアニメが合うんじゃないかっていう、お子さんと一緒に見れるアニメ、リトルウィッチアカデミア。知らない。ああ、僕は知ってます。はい。あ、そうです。サイダさんもアニメ好きですね。お前どこでマウント取ってくる？負けませんよ。逆に夏には進められない。進められない。逆に進められないには合わない。合わないやつ。あ、これあります。はい。あの、形状ってご存知ですか？知らない。まあ、簡単に言ってしまえば、あの、プールの上に、なんかバイキンで見るような。あ、そうそうそう。なんか脂肪みたいな、土俵みたいなの置いて、そこを、女の子たちが、胸とお尻だけで外に押し込んで、あの、あまりおすすめが。僕、ドラクエのシリーズを、10以外は全てやってるんですよ。中でも一番好きなシリーズがドラクエ6。スーパーファミコンだね。そうです、そうです。僕スーパーファミコンでやってるんですけど、はい、今もう6週目ぐらいまでやってるんですけど、はい、ゲーム好きに勧められない漫画ありますか？そうですね、ゲーム好きにはおすすめできないやつ、うん、ちょっと形状ってのがあるんですけど。お前スクエアエニックスの面接行け。なんでここで寝てる。ずっと気になるのはベッテリング。わ
そうですよね、すごい。あ、じゃあなすなかにしさんの、うん、お気に入り若手芸人は弁天湯で。ナレさんも弁天湯。僕も弁天湯。あ、じゃあ弁天湯で。わかりました、弁天湯です。お気に入り若手選びました。ありがとうございます。今のお気持ち、ちょっとへの音でやっていいですか。いや、ダメです。あ、ダメですか。ダメですか。一応、気持ちは聞きたいな。準備しちゃう。あんだけ求めてたのか。あのへは全然おもろない。ええなんか、すごいバランスがしてる感じがするの。あ、俺はね、あのね、あのテラちゃんにね、テラちゃんに一見すっげえみんな見ると思う。俺はちょっと気になるのはウカワ。ウカワ、何ですか。ウカワのね、なんでしょう、この何もない無課金感。完全に無課金やん。なんか佇まいがツッコミ上手くなりそうやもんな。そうですね。うわぁ、マジっすか。ツッコミやろだって。そうです、うん、ただあのこういうこの感じのタイプは、はい、多分ツッコミが慣れ出すとこなれそうな気がする。うまいやろみたいな感じ。そう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 、だからそこだけ漫才、漫才で す, そうです。はい、やってまして。受けてる。はい、受けてる。まあ、はい、言いづらいですよ。売れたくなったら松竹やめたらええから。これから頑張っていこう。これがそうですよ。俺らの気持ちを考えて。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、以上なすなかにしさんに1年目の若手を知ってもらおうのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思った人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。